チャオ、あっちゃんです。今日11月の30日土曜日、あっちゃん家の晩ご飯はお鍋です。はい、まだ何もないねんけどね、作っていきましょう。お鍋ね、ちょっとね、大根をね、こう置いて、で玉ねぎ、大根、子供の方が大根好きからこっち置いておこうか。大根、玉ねぎ、あっちゃん好きやからこっち置いていこう。玉ねぎ、はい、玉ねぎで、お芋さん、あ、ピー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 言うてる、ちょっと待ってね。まあね、お茶沸かしてんの。で、人参、真ん中でまとめようか。の方がいいかからな。こんな感じね。で、人参さん、ここ。で、白菜を真ん中に。あんまりね、野菜食べへんかも、あんまり入れやんことにすんの。入れすぎてもね、食べへんでしょう。で、きのこ、ひらたけ、しなびってるかな、いけるかな、いけると思うんだけどな、ひらたけをちょっと入れて、きのこってわからへんな、賞味期限ないから、見てね、ずるけてたりとか、ばらけてたりしたらダメとは言うんだけど、それないからね、大丈夫だと思うんだけど、で、この辺にね、キノコ置いといたよ。量は好きやから、量はキノコ、芋が好きやからね、こんな感じに。で、あっちゃんは、これはあっちゃんが好きやから置いていきます。何をどんどんしてね、で、ここにね、お肉をね、大きいんよな、半分ぐらいに切って、何本あるのかな、これね、1キロぐらいあんねん。1キロのうち何本か取ったから、多分それでも800近く、お弁当用にちょっと取ったからね、ちょっと大きい目のもちょっと豪快に、食べ応えあるからね、大きめのもちょっとネタにね。こんな感じで周りにね、こう囲っていって、で最後にこれはね、でかいな、ちょっと半分にしようか。ネタにね、こういう長いのをちょっとくるくるっと、あ、これでちょっとね、置いていきます。ちょっとね、短めのヒント、はい、今年こんなことがあったんですよ。
事故が見えたら完成で。おい。最後のヒントそうですね。よいしょ。よいしょ。いいか、もうじきできんで。で、ウインナーね、モッツァレラチーズ入りのバジルウインナー。これをね、使おうかなと思って。もうじき、混ぜて。お前、運動してんのか、どんどんやったんだったら。1、2、3、4、5、6本入れとくか。これで作りましょう。で、今日のお鍋は、この前使ったやつのリピ。トリュフ香る、チーズ肉鍋、つゆ。これ使いましょう。体力回復待ちに体力失っていったね。そら。あ、水筒持ってくださってた。じゃあ。ゲームの体力がね、もうない、うん、よいしょ。これをね、仕方ないからやりたくもないもん、満足してね、うん、これを疲れるよな。これで火にかけておきましょう。水でこれだけ、少なくないスープ。いや、野菜から水でね、ほんま野菜もっといけなあかんねんけど。じゃあ火をつけます。よいしょ。ライターで、あれこれ、あれライター、あれ立った。1個食べたろ。それで炊き上がるまで待ってましょう。ちょっと、湯気が上がってきたので見てみましょう。パカーン。おお、いい感じ。いい感じやけど、まだちょっとね、こう、上の方がね、見えてないんで、ちょっとこの辺崩していきましょう。おお、トリュフのいい香りがしてきた。この辺ね、ちょっとね、もうちょっと。前鶏でやったでしょ。今回ね、豚でやってるけど、トリュフはね、豚にもすごい合うしね。牛でね、こうトリュフのあれを温めて、ちょっとしっとりはしてるけども、もうちょっと何かで薄めてもいいかわからんけど、伸ばしてね、でしゃぶしゃぶしても美味しいかもなと思ったりね。このトリュフの鍋はね、結構トリュフ効いて美味しいね。これはいいと思う。
おー、いい感じ。まだやけどね、もうちょっとやな。そこのちょっとくっついてる、なんかくっついてる、やばい。重さひっついたかな、このね、土鍋ね。一回焦がしたことがあって焦げ癖がついてんね。もういけるな。オッケーです、食べましょう。食べよう。よいしょ。火を止めて一回ね。では食べよう。今できてるかな。今ちょっと入れてみるけど、できてんやろ。もう一回煮やなあかんけど。もう一個ちょっと待ってるよ。よっしゃ、はい。お芋さんがないぞ。お芋さんあった。やっぱりスープが美味しいんだけど、スープを取ってしまうと、雑炊になってまうからね。聞こえたろ。ね、玉ねぎをいっぱい取ろう。もういいよ、食べて。食べよ。あ、お箸持ってきてないわ。焦げてる。大根さんが焦げちゃいましたわ。ちょっと待って。